はい、見てください、サイレンス鈴鹿の、移動してますね。こちらに来てます。さすが満席ですね、どこも。さすが開幕週です。はい、今現在ね、中京2レース、まで、確定になるところです、どうやらね、やっぱウィナーズサークル前ね、やっぱり人がね、何人か陣取ってると思われますこれ、はい。中にはね、やっぱりサインをね、デムーロ騎手のサインを求めてるような人もいると思うんで、次ですかね、そのレース、今日狙ってデムーロ騎手のサインを狙うんだったら、そうですね、3レースのアメリカズハートの方がいいかなと思うんですけどね、これが勝ってくれたらですけど、次のレースが障害になってるんで、時間があるんで、サインに応じてくれるかなと思うんで、アメリカズハートに勝ってもらいたいところですけどね。5レースはもう八頭立てでアドマイアマーズがいるんで、デムーロ騎手確証だとは思うんですけど、ここもサイン多少応じてくれるかもしれませんけど、次の6レースでも騎乗馬がいるんで、まあここらでちょっと狙ってみたいなと思うんですけど、今珍しく中京の2レースがね、同着になってるみたいですね。3、4着が同着ですね。これは珍しいですね。はい、ちょっと陣取ってみたいと思います。意外とね、この2レースぐらいからまだ陣取ってる人とかいないですね。サインしてもらえるか分かりませんけど、バリューローソン、ローソンストアでサイン色紙2つ買いました、まあ1個だけですけどね、使うのは。それからこちらの油性マーカーマッキー、こちらも購入しました。こちらもローソンストア100です。ミルコいるな。ミルコいる。アメリカズハート。わあ、どうだどうだどうだ、15。どうだどうだどうだ、ミルコミルコミルコ。ダメかダメか、ミルコ来いミルコ来い。あれアメリカズじゃないの、あれナンクルナイサーか。させ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 、ダメだ。川田だな、エトワールブリオブリエ川田か、川田だよ。松田勝って川田か、硬いですね。ダメか。どうやら皆さんサイン式を数人持ってますね。魔女が多いっすね。こうでしょうな、イケメンだな、しかし。
シャッター音がすごいっす。河原さん、おめでとうございます。いや、イケメンですね。お、プロテインですかね、あれは。川田さん、すいません、お願いします。加工にします。いや、早いっすね。いや、見てください、この殺到具合。カメラもすごいっす。いや、すごいっすわ。もういや、汗がすごいっすね。神対応です。田田さん、お願いします。ありがとうございます。僕より僕のが下になっちゃった。お願いします。ありがとうございます。ダメでした。俺ダメでした。俺の上、色紙が上になっちゃって、ダメなんですね。遠慮しとった。いや、教訓です。もう五レース待ちですね、俺。あ、おめでとうございます。これ上からじゃないといけないの？厳しいかな。シャッターって順番でも横に行ってくれないかな。時間制限あるか。みんな汗かいてるな。お願いしますって言ってもらうかな。強引に行かないとダメだな。すごいですね、滴る汗が。おしぼりは。滑りアートか。いやー、これ俺もまたもらえないかもしれないな。さっきももらえなかった。あー、残りこっち。色紙を優先で。残り3名ぐらいで、こっち色紙行ってくれ、色紙行ってほしいな。ノートじゃなくて。うわ、やばい、端っこはやっぱ不利だな。ちょっと違うベストポジションか。あー、ダメだ、俺。厳しいが。また俺ダメだ。うわー、また俺ダメだ。いやー、参ったな。あ、すいません、ありがとうございます。神対応です。
すいません、ありがとうございます。やりました、ついに、ついにゲットです。先ほど川田はあと1名のところで僕は切られましたが、北沢騎手、そのどうにかサインいただきました。なんかさっきデムロ見るか、もう少ながら あサンデーレーシングか、福永すごい人だな。ゲート入りが。7番どうだ。7でしょ、取れない。手応え良さそうな気がする。ミルコかな。豊はどうだ。あ、豊外から来てるよ。豊外から来てる。竹あ、ミルコ竹、え、福永か。あ、いいレースだ、マッチレース。これどっちだ。8か。いや、最後ね、うちも盛り返したな、7番のも。ミルコ、いや、今ミルコに見えたんですけど。いや、ミルコに見えたんですけど、ミルコのように映ったんだけど、どっちだろう。結構いい、なんか最後ミルコの一生当たってます。おめでとうございます。でも最後ね、ほらで、こっからが問題だよね。いや、いい競馬だよね。あ、うちあ、デメロでしょ。デメロ花面、やっぱ白い方がデメロ。デメロ、もう想定内の結果に。これデメロのサインです。見事ですね、影来ましたね。よかったです。782か。やっぱロードカナロアさんか、走るな。いや、すげえな。
サンデーレーシングか。次ミルク乗るもんな。次ミルク乗るからな。アメリカ乗りますよね。乗ります。6ですよね。そこだけだ。もっと長いのがワナだから。あ、ミルク、え、髪の毛切ってんの？短くなってる。さっぱりしてね。さっぱりしてるね。アドマイヤマーズ。あ、うわぁ。うわぁ。エリーさん用の。すげぇ。ゴルフをゴルフを回るようなゴルフのコース回るようなね。あの期待場な。中京もあるんだねあれ。うん。俺と阪神京都は見ないからね。うん。阪神はね、なんかすげえな。オーラが。うまいや、まあ、すごい。いいね。いやー、やば。あー、でもいい、いい打開だね、本当に。まあ、聞いてんでしょうね、どんな感じだったか。それじゃ無理だ。いやー、花さでも良かったね、本当に。オーナーおめでとうございます。おめでとうございます。オーナーでけちゃうな。アドマイヤマーズ期待場ですね。オーナーでけちゃう。えマジっすか。オーナーおめでとうございます。え、ゼッケンもらえるんですか。うん、この下くれる。くれるんですね。この下くれる。すげえ。すげえっすわ。ていうか、あ、サインが。なるほど、次だな。主力レースか。タケが言ってるね。タケ国分。え？あ、小牧、和田か。これ前のコルガ、黄色の帽子、あ、これ竹かもしんない。竹かもしんない。うん、竹じゃない、これ竹でしょ。あ、これ竹っぽいな。違うか。あー、でもダメか、そこで止まったか。わかんないですけど。あ、誰、あ、小牧かな。落馬、小牧じゃない。落馬は9番だから。あー、落馬だ。あ、 14、 マジ国分か。国分かな。国分でしたか。ちょっとまあいいや、あのめったにもらえるわけじゃないからもらえますけど。小牧太じゃないですか、あの落馬は。いやー、どうですかね、あれ。なんか審議
あれは関係なく落ちたのかな、あれのよくわかんない、もう空馬のところから VTR だから。さっきなちょっといいかなと思ったんですけど止まったっすよね。いや和田の可能性もあったんですけど国分優作大丈夫かな。いや二重丸にしてる人がいるんですけど小牧よ落馬落馬してなかったら結構早かったかもしれない、うん、14、16の5か。あ川田来てるな山賊に。あ竹5着ですね。あメイン運かもしれないですね今日は竹勝つなら。いや国分の今日もらって今日はちょっと 帰ろうかな俺。今日はもう馬券買って帰りますよ俺、はい。鈴鹿フェスタだ。鈴鹿マルスポッチだからね、中京だからね。鈴鹿のマルスポッチだから、アイトペッタは永井さんだから、アイトペッタは会長だからね。ああ、そうですね、鈴鹿、そうですね。だからトヨタショーとか必ずなんかして帰るタイミング、うん、ね、中京必ず一緒、オーナーさんして帰る。前の時でも一回8,000km ぐらい来たんだね、中京の、ね、高松宮の前のレースで、ね、あ、来ました。いやあすげえ。あ長屋さんもこれでくに。ああ、長屋さんか。あ、小牧乗り換わり？あ、やっぱダメなんだ今日。もういいか。失礼しました。探しきれなかったよ。森君で言うから。うん、次も乗るからな。ダメかな。あ、ないな。ナイス。マジか。ないな。俺でも2の1レース粘りますよ。これ。あります。いや、また来たらお願いします。俺多分来ますから。はい、明日来ます、ね。あ、明日多分来ると思います。僕は明日帰るんで向こうに。大阪の。あ、明日の ここレースとか。新潮はもうあっちでゆっくりと。ああ、その方がいいですよね。土曜日にね。今日はだから須田が。徐々に固まってまいりましたが、今の次です。今17番、松園が先行になります。夏山。9、11だから。あ、みゆきだ。みゆきだ。え？秋山来てるな。秋山。秋山。秋山、浜中。浜中。うわあ、みゆき先頭か今。あ、なんだあれ、内枠から来たぞ。
あーダメだダメだダメだ、まあ、頭はあ、和田和田じゃない、サメ島か、サメ島ナムラドノマナムラドノパン、サトノシューズは来てた、サトノシューズはいい足だったな、ファスティス浜中が2着か、もらえるかな、いなかったかな、次ない、もらえるかな、よっしゃ、お願いします、サインください、お願いします、サインください、すいません、お願いします、サインください、サインください、お願いします、ありがとうございます、イケメンです、まあ今言ってみる、どうでしょう、あ、ごめんなさい、俺のマークカードが、あーやべ、記入したやつ全部飛んじゃった、最悪、さっき入し直そう、うわー参ったら、記入し直そう、やーべー、やったけどマークカードはやりました。